銅の特徴として無酸素銅は真空機器のガスケットとして、各種銅合金は電気伝導性、熱伝導性に優れる。無酸素銅は一般的に酸化物を含まない 99.995% の高純度銅を指す。用途はガス放出が少ないために真空機器、ガスケットなどに使われている。ベリリウム銅は自光処理、熱処理により銅合金の中で最高強度が得られ、高い接触信頼性が要求される用途に適し、用途は各種電気、電子、光学系部品、同軸コネクタ、コイルスプリング、プローブピン、電極、レンズサスペンション、ワイヤーハーネスなど。銅というのは皆さんご存知のという、一般的な材料というか皆さんご存知の材料なんですけども、銅とあと、銅合金ということで、銅合金の中には銀製銅とかベリリウム銅というのがありまして、あとは銅の特色としては電気的な特性に優れているということから、電気配線とか、電極、あとコネクタというものに使われることが多いんですけども、私どものところでは、そういったもの向けのものと、あとはその、先ほど申し上げた銀製銅とかベリリウム銅というのは、薄い材料も、出回ってはいるんですけども、中には銅合金の中には、どうしても材料が厚いものとか、あとは棒の材料しかないというようなものもありますので、そういったものは私どものところで、冷感圧延という方法で薄い板にしたり箔にしたりというのを、加工しているところです。